人じゃない。親がついてること忘れんじゃない。諦めんね一人じゃない。親がついてること忘れんじゃない。もうどうしよう。後藤一発、毎日が冗談じゃねえ、始まりました。今日ですね、10月11日日曜日です。おはようございます。今日はですね、どういった感じでいこうかなと思ったんですけど、とりあえず人間ってやっぱ顔あるじゃん。顔があるんだけど、その顔がかっこいいかかっこよくないかで、相当人生変わってくるんじゃないかなとか思ってて、でやっぱりダサいなとか思ってるやつは整形したりするんだろうけど、整形してるやつってさ、友達の中に実はいなくない？そんなに。うん。俺の知ってる中で整形したやつは、絵の具はプチ整形で二重にしたぐらい。いないんだよね。とにかく。だから、友達って、まあ1万人とかいたとしても、一人もいない、整形したやつなんて。だから、実は整形したいと思ってても、みんなしなかったりしてるよね。で、なんだろう、顔がかっけえって言うけど、顔のどこが一番かっけえのかっつったら、どこなの？目じゃね？口がかっこよくて好きになったとかさ、まあほんと 1% 以下だ、そんなの。うん。鼻がかっこいいからとか、耳とか、ないっしょ。いや、多分ね、みんなね、目で、人をかっこいいかっこよくないとかを判断してるんじゃないかなとか思って、俺は今日ね、目を、まあ、41年間、この世の中をね、見続けてきた、目で、勝負していこうかなと思ってます。まあ、顔全体とかで言ったら、やっぱ、ひろゆきさんとかね、には勝てないんで、目だけで勝負したら、まあ、ホリエモンぐらいには勝てんじゃねえかなと思ってやってます。まあ、内容はそんなに今日は気にしないでください。今日は目です。目で、俺は勝負してきたということです。昔からね、俺の顔っていうのは、一回見ると忘れないっていう、特性があって、だから、どっかのお店行ったら、で、また行った時に、あ、前来てくれたよねとか、いきなり言われるのね。みたいな。俺が忘れてるケースが多いみたいな。なんかね、それぐらい特徴のある顔らしい。だけど、顔ってやっぱさ、さっきも言ったんだけど、ね？あいつの鼻が特徴で覚えてるとかあんまないんだよね。多分目なんだ。俺の、定食屋のおばちゃんは、俺の目を見て覚えてたんだろうな。だから、目って超大事じゃねえかな、とか思ってます。だから、いつも、やっぱ、目だけキリッとしてた方がいいと思うんだよ。眠そうなさ、タラーンみたいな。そんな目でいたら、やっぱ、イケメンには思われない。かっこいいやつだとは思われないと思う。俺が41年間こうしてやっぱ人気者でいれるのには訳があって、それはやっぱりこの目なんじゃないかなとか思ってます。でちょっとね、距離が近くてね、気持ち悪くなっちゃうやつとかいたらマジムカつくんで、ちょっとそういう人は距離を置いてください。ちょっと離れてください。だけど俺は今日はこの接近戦スタイルでやっていこうかなと思ってます。大事なことっていうのは、まあ一つ思ったんだけど、目立つこと。うん、目立つ、目が立つってことは、やっぱり目で勝負してけ。目立つには目で行くしかねえんだよ。目で立つしかない。目でトップに立つことが目立つ。うん。そういうことなんじゃねえかなとか思って。これで行っちゃおうかな、みたいな。うん。やっぱり、この顔好きだし、みたいなね。で、まあ、これ見た動画を見た人がね、やっぱりあいつの顔好きだったとかね、再確認してくれるかもしれない。やっぱ後藤は目だよね、みたいな。あいつの目は死んでない、みたいな。あいつの目は、どっか先を見てるとかね。やっぱそういう風に言ってくれる人がいるのであれば、俺の目を見に来てほしいです。やっぱりね、目はね、大事だね。やっぱ、この目で、やっぱ俺か、
勝ち上がってきたからね。うん、サッカーでもさ、やっぱずっと選抜入ってて、うん、プロにも行けそうだったし、この目でやってきたんだよね。うん、この目で見てきた、この目でこの業界で行けんじゃねえかとか思いながらやってたし、うん、それで音楽やって、この目でやって、めちゃめちゃ目立って、それでいいとこでもやれたし、友達もたくさんできた、この目で見てきた、うん、すべてこの目で見てきた。そしてとんかつ屋、うん、町のとんかつ屋、この目で見てる。八木市ってですよ、オープンして3日で平井は制したと思ってます、とんかつに関しては。はい、それをこの目で見てきた。確実に俺は目立ってくんで、これからさらに。なんでこの目を忘れないでください。うん、この目で見てきたものはマジリアルです。リアルに俺が見てきたもの、これやばいんじゃないかなっつって今挑戦しているもの、俺が見てるものはみんなより先にあるけど、10月11日現在ね、2020年10月11日現在の目は君たちも知ってる目だから、うん、この先俺が見ているところを追ってってほしいんだよね。この目が見てる先の明るい未来を。なんで今日は俺のチャームポイント、くっきり二重のまつげ長いやつ、うん、来ちゃったけど、俺これで、この顔で、このマスクで、この目で人生勝ち上がってきたから、まだまだ行くけどね。なんでこの目動画がいきなり流行るくせえから、マジでひろゆきさんとかやってくれたら面白いんだけど、負けないよ。俺が第1号だからね、目 YouTuber、 目立つ YouTuber やってみようぜ。ホリエモン、あなたのカバン持ちをミクシーでしたいってメールしたのは僕です。あなたが刑務所入る前に、俺あなたが出てきたらカバン持ちするっつったのは僕です。その時から目このままです。後藤一発、毎日が冗談じゃねえ。